2023年9月9日、ここは東京都青梅市御嶽山。この日は御嶽山観光協会の主催する蓮華生馬祭り最終日。東京都無形民俗文化財に指定されている武蔵御嶽神社大々神楽の特別公演、滝木神楽が執り行われ、この浦安の舞といいますが、昭和15年にですね、昭和天皇の御政になります。まあ、日本の国がこういよいよ戦争に入ってくるという時にですね、昭和天皇が読んだ御政でございまして、雨津水の神にと祈る朝凪の海のごとくに波立たぬよう、要は、世界が平和であってほしいという願いを込めた御政なんですけども、それが後期2600年という、おめでたい節目にあたる年でございますので、大野忠友さんという楽器の先生がですね、それに歌と振り付けをつけまして、まったくのが最初でございます。で、今日はですね、山の、さっき観光協会の会長がおっしゃった通り、山の中学生の、お嬢さんがお二人待っていただきます。このところ山の上はずっと小学生とか中学生とかですね、山のご子息の皆さんに、浦安の舞を舞っていただきますので、非常に中学生とかわいいといいますか、舞でございます。どうぞゆっくり楽しんでいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではゆっくりご覧ください。
いかがでしたでしょうか。今のお二人はですね、片柳ゆいちゃんと片柳れいちゃんと言いましてですね、同じ片柳なんですけど、別に兄弟じゃないんです。山の上、片柳生が6件、みんな屋号で行ってます。で、それぞれのうちの、中学校のお子さんなんですね。じゃあ、ちょっと来てもらおうかな。じゃあ、お二人さんどうぞ。ゆいちゃんにれいちゃんです。よく覚えてる。続きまして、大々神楽の方に移らさせていただきます。最初、宝平という、大きなの面をかぶった、神楽を、ご覧いただきます。これは宝平ですね、必ず最初にやるんですけども、これ決まり事でございまして、これ四隅をですね、沈めて清めるという、舞でございます。もともとは素面神楽、面をかぶった神楽と面をかぶらない神楽二通り、伝わったんですけども、素面神楽だったらしいんですけども、まあ大体私みたいに若手の方がですね、最初習ってやることが多いもんですから、面をかぶってやることが増えるんじゃないかというふうに思っております。ではまず最初後編ですのでご覧になってください。お願いいたします。
後編の中で、だいぶ若手でございましたので、つぼきの方もだいぶ元気のいいお姉さんでございましたけど、続きまして、オロチサイジ、というカンブラをご覧いただきます。まずこのカンブラですね、神様に奉納するという趣旨のカンブラでございますので、まあ、それとして皆さん楽しんでいただく。ですから、必ず最初、正面に行って、神様にお参りをしてから、必ず始めるのが、これ一つ作法でございまして、皆さんは決してないがしろにしているわけじゃなくてですね、まず神様にということでございますので、ご一緒にお気になってください。で、続きまして、おろし大事なんですけども、これはご存知かと思いますが、スサノオノミコトがですね、今のはですね、出雲の国、島根県に、山寺のおみかかお姉さんなんですけども、お姉さんの大事なお祭りの時に大変な粗相をしまして、悪いことしたものですから、高間の原って天上界から通報されてしまって、地上に降りてきたところが、島根県の名出雲の国の日の川というところの、川下の方に、降り立つんですけども、私はこんなところに降りてきて、人もいないしどうしようと思ったら、橋が流れてきた。でこれは、川上の方に行くと人が住んでるんだということで、遡っていきますと、足名口、手名口という五夫婦の、が住んでおりまして、その国の神様だったんですけども、その神様がですね、非常に苦しんでまして、どうしたんだって言ったら、私には娘が8人いたんだ。8人いたんだけど、毎年毎年、その大和のオロチ、要は八つの首があるオロチに、毎年一人ずつ、食べられてしまって、いよいよ最後、この娘、クシナダ姫一人になってしまったんだというふうに言ったときに、スサノオノミコトは非常にご有でございましたので、じゃあ私が退治しようということで、お酒を醸してですね、お酒を作って、門を作って、その大和のオロチの約束の日にお酒をたくさん用意して、待ってるんですね。で、その時に、大和のオロチ、お酒の匂いを嗅いで、飲んで酔っ払ってしまいまして、で、首を切られてしまう。で、それ切り刻んでいくと、草薙の剣が出てきたという神話があります。その、神話をもとにした神楽でございますので、最初は宇宙で言ったら足の内が出てきました。足の内が出てきたんですけど、非常に困っているから始まりました。で、この神楽は珍しく、大体無言でやるんですけども、セリフが出てまいります。それも聞きながら、楽しんでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
我れは出雲の国日の川上の国津主足の土とは我が子となりある司祭ありて娘稲田姫方へと急ぎ候
かに娘奈良姫、慣れより先に祟りの乙女ありしが、同心元の山田のおろちのために飲まれ、今また何時もすでに飲まれなんとす、飲まれなんとするによしなし、あまり不憫に存ずる間、天津神、国津神にそのよしを相問なし、この件一振り申し下ろしてやとる間、あのおろちを退治せよ、必ず必ず疑うことなかれ。Thank you.
山の上大酒飲み大体おろしとか、たくさんですから奥さんに逮捕されないようにですね早めに逮捕しておるんですけど、続きましてあの山の神、昔の山の神っていうと、大体自分の奥様のことを言いたいとかしましてですね、まあこれはあの謙遜の意味を覚えてるんですけども、まあ、あのチラシも書いてある岩永姫という、神様なんですね。ご兄弟でもう一人の妹さんが木の葉の咲夜姫と言いました。で今富士山の、富士浅間神社とかというのをご祭神の神様でございます。非常に、絶世の美女だった。で、岩永姫というのはまあそれちょっと劣るかなというか、まあ、まあ美人と言いますか、そういうことだったらしいです。ただ岩永姫という神様はですね非常にお元気で、まあ、全てのものをこなして、要は豊作とかですね、福をもたらす神様でございましたので、まああの本当はあの人間を見事にお二人の、お兄弟をめとってほしかったらしいんですけど、そうすれば、簡単ですよという意味だったらしいんですけども、残念ながら岩永姫は、めとられなかったというようなことでございまして、ただあのこういうお祭りの中でとかですね、この最後に、この岩永姫が山の神として参りまして皆さんにお餅を、配ります、巻きますのでそれを拾っていただきますと、非常にあのご利益があると言いますので、今日はたくさんご用意してございますので後ろからも巻くのかな、ちょっと前にもありますけどもあの巻きますんでね、顔とか当たるんで、まあ、気をつけていただいてあの、まあ、その時は明るくしてもらいますから避けるとかちゃんと避けていたら拾って大丈夫です。それであの、これは家で必ずあの毎回言われるんですけども、この皆さんにお見せいただいて、あの岡倉装束なんですけども、一着ですね大体、石地織りでできてまして、80から100万ぐらい、するんですね、非常にあのこれなかなか、まあ、我々の予算ではなかなかおつかないもんですから皆さんいろいろご聞きいただきながらやってるんですけども、今日はあの山の神がですね、福を授ける鈴を、鳴らしながらます、その、鈴を模した、鈴をですね、後ろの方に、ご用意してございますので、確か2000円だったかな、ですね、書いていただいて、あの鈴を振って福を、ご自身のお宅に招いていただいて、かなり安全に過ごしていただければと思いますので、ぜひお志の方は、お買い求めいただきます。よろしくお願いいたします。下世話の話で大変申し訳ないんですけど、で、あの最後にですね、山の神、最後にお餅巻きますので、どうぞご覧になってください。よろしくお願いいたします。
どうも皆さんありがとうございました。ここからなんかよじれてるね、いつも。多分ね、手がこう反るじゃん。はい。グーと内側に。だから、反るから余計こっちに見えるね。左寄りの方がいい。気持ち左寄りにした方がいい。はい。ここね、せっかくここまで合ってたの、ここまで。合ってたのに、ここからシューって上がっちゃうんですよ。ほら。髪の毛が。はい、つけてんだよ。つけてんだよ。自分の髪の毛じゃないで。そうだよ。もっと短い。皆さんこんばんは。本日は第20回蓮華生姜祭り特別公演滝木さんにお越しいただき誠にありがとうございます。今日の岡倉で蓮華生姜祭りのイベントが最後になります。また秋には、もみじ祭りとありまして、またあのもみじ狩りに来ながらあのイベント等もまた用意しますので、どうか秋の方もお越しいただきをよろしくお願いいたします。岡倉始まる前にですね、まず御岳山観光協会会長宇都宮からご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。観光協会の宇都宮と申します。本日は御岳山の方にお越しをいただきまして誠にありがとうございます。今あの司会者から話がありましたように、7月の21日から蓮華生姜祭りを、開催しましてですね、いよいよ明日が最終日ということで、その前日の今夜はフィナーレを飾りまして、滝木神楽ということで、本来でしたらあの鳥居前のですね、この、山門の前の広場の特設舞台でやるんですけども、今日あいにくの天気でこう雲の中にすっぽり覆われたところで霧深くなっておりますけど、そういう条件で、ちょっと下での開催ができませんので、この神楽殿ということになりまして、神社までお登りをいただきまして本当に申し訳ございません。蓮華生姜もですね、おかげさまで、ちょっとあの皆さんご存知のように猛暑が続き雨が不足してまして、花の開花等にちょっと影響が出たのかなと思っているところでございます。それながら、まあ、あの写真コンテストではね、140点ばかりの応募がありまして、先日そのうち8点がですね入選いたしまして、またあの来年の蓮華生姜祭りにはその入賞作品がですね飾られるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それから今話がありましたように、来月の21日から今度は天空もみじ祭りということで、紅葉のもみじ等を楽しんでいただく、イベントをですね 1ヶ月ほど開催いたします。オープニングとしましては、あの舞楽を今度はあのもみじ祭りにはあの披露しますので、10月の21日ですか、舞楽の方でオープニングを行いますので、ぜひそれもご覧いただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。続きまして、来人の方にもご挨拶頂戴したいと思います。まず、御岳さん、御岳登山鉄道株式会社取締役社長八木田様、よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。こんばんは。本日はですねケーブルカーにご用意いただいた上で、あの皆さんこちらにお上がりいただけたと思っております。またあの今日ですね、蓮華生姜祭りのフィナーレを飾るこの滝木神楽にですね、このたくさんの皆さんにお越しいただきましてありがとうございます。先ほど宇都宮会長からもありました通り、蓮華生姜祭りは明日でフィナーレを迎えますけれども、今度は来月になりますともみじ祭りがありまして、実はそのもみじ祭りが終わった後もですね、この御岳山夜景が非常に素晴らしいところでございます。まあ、これはですね、普段はお泊まりにならないとなかなかご覧いただけないんですけども、冬はですね日没が早いもんですから、まだケーブルのですね運行している時間帯から夜景もご覧になることもできます。またですね、やはりその寒い凛とした空気で、冬の御岳山、やはりですね、公共交通機関と
アルコールというのは非常に親和性が高くございますので、ぜひですね、山にお泊まりいただいて、凛とした空気の中で、星空を見、また夜景を見て、あったかいお酒を召し上がっていただき、美味しい料理に舌鼓を打っていただくと、まあ、こういったですね、三宅さんの楽しみはいろいろございますので、またですね、秋冬とですね、町中から近い三宅さんにお足を運びいただきますようお願いを申し上げます。本日はお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。最後にこの神社の、武蔵三宅神社宮司であります金井様でよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。この7月に成り立つの吉伏の宮司の金井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はあの皆さんご覧いただきますの大大神楽なんですけども、大体江戸の中ぐらい、まあ終わりの方なんですけども、安永寛永期270年ぐらい前に江戸のですね、今墨田区になるんですけども、真っ先稲荷という、和城からこの神社の方に伝わった神楽を皆さんにご覧いただくんですけども、まあ山の上にあの皆さんお泊まりになっている宿ですけども、その宿のうちが大体御師といいますか神主さんのうちで、今32軒ございまして、それが世襲制でこのお神楽を伝えております。でまあそういう中で今日はですね、宝平オロチ、山の神とご覧に、まあその間今、私がご説明させていただきますけども、まず最初にあの浦安の舞といいまして、御子舞をご覧いただきまして、大体正味1時間ぐらい、ご覧いただくなると思いますので、まあ、これ神楽といいますのは神様として楽しむという字で書きますけども、どうぞあの体を楽にしていただいてお楽座でご覧いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。大変短いご挨拶ですけども、まあ時間もありますのでこれにさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ではごゆっくりご覧ください。今日はあの YouTube の撮影をさせていただいてますので、ご承知いただきたい。また後ほどあのいつ頃になるか分かりませんが、あの YouTube の御嶽山で検索していただくと、この状況がアップされているので、また見てください。よろしくお願いします。